ナダル軍団オーディション最終審査、1泊2日の鎌倉旅行。前回ゴスケが陸地マキのベッドに潜り込もうとする事件が発生。前代未聞の事態にスタッフも緊急会議を開き、徹夜でどうするかを考えることとなった。一夜明けて翌朝、ナダルによって参加者全員が集められた。はい、ということで、朝を迎えましたけども、はい、ナダルさん、どうでしょうか。まずは、はい、視聴者の皆さん、本当に申し訳ございませんでした。で、集まってこんな朝早くに、もっとほんまやったら寝れるはずやってんけど、はい、みんな集めてしまって、本当に申し訳ございません。まあ、かなり早朝ではありますけど、もう6時とかなんですけど、ちょっと、はい、ほっとくわけにはいかないっていうか、はい、昨日はちょっとごめん、みんなが怖なってまうんちゃうかなってことで、はっきりは明言してなかったんですけど、はい、もう今までの問題、火にならへんぐらいの問題を起こしたやつをって伝えなあかんことがあるということですね。ちょっとほんまみんなに合わせるのもちょっと怖いんですけども、はい、ゴスケ来い。参加者全員に直接謝罪を行うため、事件を起こした張本人ゴスケをナダルが呼んでいた。そしてすみません、昨日は本当に申し訳ございませんでした。大丈夫か。うん、視聴者の皆さんにちょっと謝ってまずは。はい、視聴者の皆様、ちょっと昨日ですね、ちょっと自分のちょっと欲が高まってしまい、ちょっと陸地巻きに手を出してしまいました。本当に申し訳ございません。出してはないやん。まあ出しそうになりました。だからちょっとでもちょっとちょっと待って、出したの、俺ちょっと出してないで。どう出されかけたぐらいで。未遂でしょ。どうされたの。その寝てたでしょ。寝てて急にガチャって誰か入ってきて、はい、うん、でダダダって入ってきて、はい、たらゴスケさんが、はい、私のことパッて見ながら、うん、急になんかズボン下ろし出して、ああもうあかんわ。はい、すいません、本当に申し訳ございません。ちょっとそうですね、ズボンを下ろしてしまいました。どうすんねんこれ。もう僕は謝らなきゃいけないと思っています。謝って謝り尽くさなきゃいけないと思っております。そのためにちょっとゴスケラップを披露。なんでやねん、なんでゴスケラップすんねん。どうしてゴスケラップなんだ、おかしいだろ。珍しく真っ当な意見を言い放つナダル。しかし、まあ一度ちょっと聞いてもらってもよろしいでしょうか。本当に申し訳ないですけど、聞いてもらってもよろしいでしょうか。あかんよ。みんなどう、残ってるメンバー、ゴスケラップで謝りたい、こういうことあってはならないことが起きた、でもゴスケラップで謝りたいって言ってるけど、どうなん。正直聞きたくないです。いやちょっとありえないです。当然参加者たちからも厳しい言葉が返ってくる。それはそうだろう、ゴスケはそれだけのことをしてしまったのだ。
しかしみんなこういう話当たり前やん。そんなんでもうあかんよ。もうしてほしくないよ、そりゃもう帰るしかない。謝罪の気持ちも何もちゃんと謝ることや。謝ろう。えおい、アイムコスケ、コスケ、コスケ、謝罪をしたいけど謝罪をしまうと僕は本当に気が済まないんです。そういう男、俺コスケ、シンキュー。笑われへん。コスケよ、なぜそんなことができる。お前はどんなメンタルをしているんだ。呆れるナダル。さらに笑われへんよ。アイムコスケ、コスケ、コスケ、笑わへんと言うけれど、でも僕はやっぱりコスケラップで、コスケラップで謝罪を伝える。そういう男、俺コスケ、シュキュ。これが手出しそうになった男の謝罪なんかな。しかしアイムコスケ、コスケ、コスケ、手出した男の謝罪とは言うけど、別にこれは俺のコスケラップの謝罪です。そういう男、俺コスケ、シュキュ。病気やん。さらにアイムコスケ、コスケ、コスケ、病気、病気って言いますけど、これがコスケの本当の執行長なんですよ。そういう男、俺コスケ、シュキュ。マキどうやな、お前殺されて。普通にありえないっしょって感じなんですよ。そうやそうやな、気づいたからな。気づいた人がいるから。しかしアイムコスケ、コスケ、コスケ、傷ついてる人もいるけれど、僕はその傷ついてる人を明るくさせてやりたいんです。そういう男、アルコスケ、シュキュ。もうちょっと今日いろいろイベント考えたけど、もうちょっと終わりです。ちょっともうごめん。ちょっとさすがにこれでなんかみんなでしようと気持ちが俺なられへんし、今日はもう申し訳ないな。もうちょっと帰るだけになりますけど。なるほど。みんな車両で車乗せて帰ります。うん、お前電車。はい。もうちょっととにかくもう今日はごめんなさい。ちょっと考えたんですけど、もう終わり。1週間後ぐらいにもう一回ちょっと合否の発表、もう今日ごめんなさい、ちょっとまた審査しようと思ったんですけども、ちょっとやってる感じじゃないんで、1週間後合否の発表します。急遽終わりとなった一泊二日の鎌倉旅行。誰がこんな結末を予想できたであろうか。誰がこんな修羅場を想像していたであろうか。しかしゴスケは止まらない。ちょっとナダルさん、すいません、ちょっと陸地巻に伝えたいことがあるんです。ゴスケが陸地巻に衝撃的すぎる言葉を言い放つ。やっとって感じやけど、お願いします。はい、陸地巻さん、僕と付き合ってください。は？え？は？え？マジありえないんだけど。やば。このタイミングで陸地巻に告白をかますゴスケ。そしてアイムゴスケ、ゴスケ、ゴスケ、陸地巻きに告ったけど振られてしまって、どうにか僕の心は 100% 空腹。そういう男、俺ゴスケ、センキュー。解散です。センキューや。終わり。もう荷物まとめて。ナダル軍団オーディションはどうなってしまうのか。このまま企画ごとお蔵入りになってしまうのか。そんな心配をよそに再びゴスケがぶちかます。アイムコスケ、コスケ、コスケ、みんながいなくなってしまったけど、僕の思いは一つ、ナダル軍団に残ることだ。そういう男、俺コスケ、シュキュ。史上最悪の事件が起きてしまった鎌倉旅行。この1週間後、ついにナダル軍団の合格者が発表される。はい、今度の9月2日金曜日、19時からですね、全国ツアーの名古屋公演がございます。9月2日です。マジ？なんで？言うてる前。そうやで。いや、分かんな。何を急にオフってんねん、スイッチ。マジかよ。そうですよ、9月2日の金曜日にございますんで、はい、チケットがね、まだございますんで、概要欄からぜひ、チェックしてみてください。新ネタもありますんで、ね、M1 に向けての漫才もありますし、コントもねちょろっとありますんで、ね、うん、はい、
ぜひぜひお願いいたします。お願いします。概要欄からチェックお願いします。見どころお願いします。そう、見どころお願いします。西野がたまにはね、お願いします。2人の顔こうなんね、ほらな、気持ちいいなこれ。